2018年3月15日10時44分サッカーの欧州チャンピオンズリーグ CL は14日バルセロナなどで決勝トーナメント1回戦第2戦の2試合が行われ、バルセロナ、スペインとバイエルンミュンヘン、ドイツが準々決勝に進出した。バルセロナはメッシが2ゴール1アシストと全得点に絡み、ホームでチェルシー、イングランド、2-3-0で快勝。2戦合計4の1として11期連続で8強入りした。チェルシーは立ち上がりの失点が響き、4期ぶりの8強入りを逃した。キックオフから相手にパスを回され続け、コンテ監督は、試合の入り方がひどかった、と指摘した。その後は目が覚めたようにアザールらが仕掛けて好機を作ったが、前半にアロンソの FK がポスト、後半にはリュディガーのヘディングがクロスバーに当たって外れた。第1戦でもビリアンのシュートが2度もポストに弾かれ、スコンテ監督は、4度も枠に当たるなんて、と不運を嘆いた。共同、試合結果へ今、あなたに、